YouTube をご覧の皆様、塩尻市北尾の公民館主事の丸山です。今回は北尾の公民館の講座、地域防災力アップ講座についてお知らせいたします。こちらのチラシをお持ちの方はチラシを見ながら聞いてください。この講座は地域課題でもある地域防災力の向上を目的に、北尾の地区振興会ふれあいセンター東部との共催で開催いたします。近年大雨などの災害が発生しており、令和3年8月には北尾の地区センターが避難所になるといった事例も起きてしまいました。災害時にどのように行動したらよいかわからないという方、また区で避難所をどのように設置したらよいか不安だという方も多いのではないかと思います。災害時に正しく行動するためには、日頃からの備えや知識が欠かせません。いざという時に地域を守るため、ぜひ多くの方に災害の知識を学習していただけたらと思います。本講座は2部構成での開催となります。第1部では市危機管理課の防災専門官の方より講演をいただきます。北尾の地区で予測される災害や発生リスクについて、ハザードマップを用いて説明をしていただきます。また避難所の役割など、普段あまり気にしないような内容についても触れていただく予定です。おおむね講演は1時間程度となります。第2部では防災倉庫の見学や、防災倉庫の中に入っている備品の使用方法について学習をします。普段防災倉庫の中を見る機会はあまり多くありません。どのような備品が入っているか、また備品をどのように使用したらよいか確認できる貴重な機会となります。また今回の会場は行の中学校の体育館であり、大規模災害時に避難所となる場所です。実際どのように避難所を設置したらよいかというイメージ作りもできると思います。合計で2時間という講座で、普段の公民館講座よりも長めに設定をさせていただきましたが、なかなか経験できない内容も多く含まれておりますので、ぜひ多くの方に参加をしていただければと思います。最後にまとめとなりますが、開催日は9月10日の土曜日午前10時から正午までです。ただし新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催を中止・延期する場合もあります。また台風など市内で災害発生の可能性がある場合にも講座を中止することがありますので、ご了承ください。会場は両の中学校の体育館です。必ず上履きを持参し、動きやすい服装での参加をお願いいたします。申し込み期間は8月22日から9月の2日までですが、定員の20名に達した時点で募集を締め切ります。参加を希望される場合は、北尾の支所の窓口にお越しいただくか、電話、メール、ファックスにてお申し込みください。本動画は以上となります。
いざという時に正しく行動できるように、地域の皆さんと防災について学習してみませんか。また今後とも北尾の公民館をよろしくお願いします。